はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、今後編。この動画では今後のヒール2について解説していきます。ヒール2ができるようになりますと、今後で様々なニュアンスの音色を叩くことができるので、演奏表現の幅がめちゃくちゃ広がります。またヒール2使うことによって、複雑な手順だったり、テクニカルなフレーズ、速いフレーズっていうのも叩くことができます。まあ、その分ですね、ちょっと難しいんですけれども、まあ、なるべく丁寧に解説していきますので、じっくりとトライしていただければと思います。はい、このヒール2というのは、コンガの教則本や教則ビデオなんかでは、基本的な奏法として一番最初に教わるようなものなんですけれども、まあ僕の考えとしてはですね、結構難しいんで、応用的な奏法として捉えています。で、ヒール2何かというと、簡潔に言うと、ダブルストロークの一種ですね。一回の腕の振りで2回叩く。で、こんな感じです。ドラムをやっている方にとってはですね、アップダウンの動きといった方が分かりやすいかもしれません。で、このヒール2というのは直訳すると、かかととつま先なので、この手のひらのですね、この先端部分を、こういうふうに当てるって思っている方が時々いらっしゃるんですね。で、こうではなくて、実際にはこの手のひらと指、まあ、手全体ですね、全体を毎回打面に当てています。まあ余談ですけれども、30年前とか40年前、あんまり情報がなかった時はですね、ヒール2って、こういうもんなんじゃないかっていうふうに、広まっていたらしいです。で、僕自身もですね、学生の時、一番最初に習った時はですね、ヒール2ってこうだよっていうふうに習った記憶があるんですが、実際にはこの手全体が毎回、この打面に当たっています。はい、ではヒールからやっていきましょう。まず基本のポジション。オープンとかクローズを叩く基本のポジションに手を置いてください。で、このままスーッと手を前にスライドさせていって、手全体が打面上に乗ったらそこでストップです。これがヒール2をやるポジションになります。で、このまま腕を真上に持ち上げて、そのまま落とす。これだけです。これがヒールになります。真上に持ち上げて、力を入れる必要は一切ないので、そのまま重力に委ねて、落とすとヒールです。で、手のひらから指先まで手全体が打面にピタッとつくように落とします。で、いろんな高さから落としてみてください。はい、この時の手、指の状態はもう限りなくリラックスした、まあ、自然な開き具合です。こう指を閉じてしまってもいいんですけれども、こう閉じるとですね、この筋肉っていうか腱が若干硬直してしまいますので、よっぽどこう音色をパキパキさせたいとか、意図がない限りはですね、もう楽にリラックスした状態、自然に指がですね、開いた状態で大丈夫です。で、イメージとしては、この指の付け根のちょっと肉が厚い部分がありますよね。ここを手の重心だと思って、そのまま落とすと、いいと思います。ここを重心にすると必然的にこの上の部分、指全体と下の部分、手のひら全体が同時に打面につくようになるはずなので、このようにして落としてみてください。はい、では続いて2やっていきましょう。2は腕の振りは使わずに腕の回転と手首を使って手全体を打面に当てます。こんな感じです。で、多分この動きがすごく分かりづらいと思いますので、細かく見ていきましょう。はい、体の動きとしては、肘から先の腕を回転させる動きと、手首をパタパタと折り曲げる動きを合わせた動きになります。ちょっとこう斜めにひねるような感じですね。極端にやると、こうなるんですけれども、これでちょっと分かりづらい方はですね、こう自分の手で、自分の顔をこう仰ぐ、うちわのようにして仰ぐっていう動きをやってみてください。で、この時こう腕を振らずに腕は固定したまま
仰いでみると、こう手首をパタパタ動かす動きプラス、若干こう回転させる動きが混ざってるはずなんですね。こう楽に仰ごうと思うと。で、この動きのまま手全体を打面に当てます。で、これでも分かりづらいという方は、ちょっとお兄さんお兄さんっていう、これですね。この動き。この手の動きがそのままダメに当たると、2になると。はい、では2だけ何回か叩いてみましょう。手をダメから少し浮かせた状態にして、クイックイックイッと、手全体を動かしてダメに当てます。はい、ではヒール2、ヒール2と連続して叩いてみましょう。連続して叩くときは、このヒールを、まあ、落とすだけなんですけれども、こうピタッとくっつけたままにせずに、落として跳ね返らせます。で、少しだけ打面から手を浮かせた状態にして、ここから手をクイッと倒して2。ゆっくりやると、落とす、当たる、跳ね返って、で浮かす、ここから手を倒して2ですね。ヒール2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 。はい、でこのヒールやった後の2なんですけれども、最終的にはもうですね、打面から限りなく近い距離からでも、トンとしっかり発音できるのが理想なんですが、初めのうちはこれ多分難しいと思いますので、最初はですね、こうヒールやった後、意識的にこの人差しからですね、4本指をこう持ち上げるように意識してやってみてください。つまり、ヒール落として跳ね返る、跳ね返るときにちょっとこう意識して、こっちを持ち上げる。持ち上げるとこう、2をするための助走ができますよね。こうすることによって、しっかりと2を鳴らすことができると。ゆっくりやると、ヒールで持ち上げて2。ヒール持ち上げて2。で、この2で鳴らしたと同時に、こう腕を持ち上げておくと、次のヒールの準備ができますので、このまま連続的にヒールにつなげられると。こうすることによって1回の腕の振りで2回発音することができます。はい、では何回かヒール2、ヒール2と連続して叩いてみてください。せーの。ヒール。連続して叩くときでもやっぱりこの指の付け根のこの肉が厚い部分、ここを重心としてイメージしておくと、ここがですね、こうシーソーの支点になりますので、まあ、限りなく楽な動きで発音することができます。もう超スローでやるとですね、こんな感じですね。ここが中心。はい、ではある程度叩けるようになりましたら、今度はテンポに合わせて練習してみましょう。まずは8回、ヒール2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 と叩いて、その後にその倍の速さで、ヒール2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 と16回叩きます。つまり8拍ごとにこうリズムチェンジするっていう感じですね。ぜひ一緒に見ながらやってみてください。で、手元に楽器がない人はこのように、手のひら同士をですね、合わせてやってみてください。わ、と、せ、の、わ、と、と、わ、と、バイで、わ、と、と、わ、と、も
ドルワン、ピコワン、ファイレワン、ウエピコワン、モドルワン、ピコ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 ワン。はい、では続きまして、ヒールトゥー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 と右左右左で2打ずつ叩いていきましょう。リズムチェンジは今と同じで、8発叩いたらその倍のテンポで16発ですね。で、叩いていない方の手はダメにつけっぱなしにしても大丈夫です。ワトゥセのワトゥディワトゥバイデーワトゥエディオワトゥモドルワファイでワン、ツー、ティ、フォー、ワン、ツー、ティ、モドルワン、ツー、ティ、フォー、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 ワン、ツー、ティ、フォー。では最後にヒールトゥーをリズムパターンの中に組み込むとどういう風になるのかっていうのをやってみましょう。パターン何でもいいんですけども、今回は例として H、C でやりたいと思います。 H がオープン、 C がスラップです。順手でやるとこんな感じです。で、まずはこのクローズのところをヒール2に置き換えます。具体的には H の2、3と C の1、2を左手のヒール2に置き換えます。つまり1、2、3、4、1、2、3、4ですね。つまりオープンとかスラップを叩くのがすべて右手になるっていうことですね。はい、こうするとこのヒール2の音色でリズムパターンのニュアンスがちょっと変わりますよね。今まではだったのがになる。で、右手でオープンとかスラップ、主要な音を毎回叩けるので、まあ、音色が安定しやすい、つまりリズムが安定しやすいということにもつながります。はい、では次は倍の速さでヒール2を入れるというのをやってみたいと思います。パターンは今と同じ HC の順手で、C の2にヒール2を入れます。つまり、ここだけ倍の速さになるんですね。はい、こうすることによって右左右左の手順を変えることなく2倍の速さで叩くことができますので、とてもフレーズがですね、スピード感がある感じになります。こんな感じで前回やりましたいろいろなリズムパターンのクローズトーンをヒール2で置き換えてみるっていうのをぜひやってみてください。で、いろいろなニュアンスで叩けるようになりましたら、あとはですね、音楽に合わせてだったり、自分が歌いたい感じに合わせてパターンを最適化することができます。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。冒頭にも言いました通りですね、このヒール2というのは結構難しいものだと思いますので、まあ、そんなに焦らなくていいのでですね、まあ、じっくりと取り組んで習得していただければと思います。で、動画に関する質問などありましたらですね、コメントにお願いします。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報やレッスンなど配信してますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。